はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は中学生の理科、エネルギー利用上の課題についてお送りしますで。今回はね、穴埋めが少し多くて10個ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。でやってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 よし、ゃあ始めていきましょう。で、あの、全然動画の内容関係ないんですけど、あの、私ちょっと今、喉の調子が若干悪くて、咳が出るかもしれないんですが、気にせず聞いてください。ごめんなさい。ちょっとね、喉をやらかしてしまって。で、まず最初、上の産業と、まあ下は放射線の話があるので、ちょっと切,あの切るためにね、隙間1行開けてあります。あんま気にしないでください。で、最初が、石油、石炭、ホニャララなどの化石燃料。まあ、化石燃料って呼ばれるのはね、もうこの石油と、 石炭とこいつをね3つセットで覚えておいてください天然ガスですでなんかさすごい細かいこと言っていいですかあの皆さんこの石油ありますよねこれ平仮名で書いた時にちゃんと書けますこれ,、まあ、これなんだろう漢字見れば分かりやすいですけど石って石なので石油ですよね石油。 なんですけど、うちの生徒、だから俺も実は高校生まで勘違い、恥ずかしい話ごめんね、勘違いしてたんだけど、俺ね、音で多分覚えてて、石油って覚えてたんですよね。石油。でまあ、なんでこの話してるかっていうと、昔ね、テストで石油が出てきた時に、こっちで書いたんよ。漢字がうちの生徒思いつかなくて、ひらがなでせめてこれで間違った子がいて、そう、あの、まあ、あいないと思う。いないと思うけども、一応確認で言いたかった。これ石油ね。 ま、漢字で書くのはあんま問題ないんだけど、ひらがな、石油なんでお気をつけください。もし仲間がいたらのコメント欄書いておいて、ちょっとあの、ほっとするから俺が。俺、高校生まで、ね、間違ってたからね。で、話を戻すとえ、この3つ、化石燃料ありますと。で、こいつらや、原子力発電に必要なホニャララ。で、これがウランですね。あ、そうだ。 先に言えばよかった。あの、今回、ここの単元はですね、2021年、教科書が変わって追加されたところを今撮っております。で、例えば、この下の放射線が特にそうなんですけど、中学2年生でも放射線の話が出てきます。その追加されたんですよ。で、今回、下の概要欄か、右上のビックリマークにリンク貼っておきます。その中2の動画、1本しかないんですけど、もし、中2、今中3で見てくれてて、中2の時に放射線やった記憶がない方は、そっち見てください。 そっちを見てからこれを見ないと絶対吸収が悪くなる。で、その中2の動画は穴のめそんなに多くないのでサクッと見れるからぜひお願いします。ちょっとごめんね、あの動画2本分になっちゃって申し訳ないんですが。ウランもねそこで出てくる話がねで。原子力発電に必要なのがウランっていうのがあるんですけど、こいつら埋蔵量に限りがあります。つまり永遠に取れない。この石油も石炭も天然ガスもウランもね。限りがあるってことが1個の課題です。 だから、こいつらだけ使ってればいいじゃんってできないわけ。いつかなくなっちゃうから。だから発電の仕方っていろんなものが生み出されてるんだよね、今ね。風力とかもあるけど。まあ、いろんな課題があるんだけど、様のね。で、また、えー、化石燃料を燃やすとき、こいつのね、燃やすときに発生する二酸化炭素は、ほにゃらら化の原因の一つと考えられていると。まあ、これはね、よく、この理科以外でも聞く言葉ですね。ちょっと画数多いんで待って。 えー、地球温暖化ですまあこれはもう世界的課題だね今ね地球温暖化の原因の一つと考えられているといいかなまずこれ上3つこれ一回,1回あの話変わるからねここまで押さえておいてくださいで次放射線の話にいきます放射線にはいくつかの種類がありますこれが中の動画で出てきますでそこで、まあ、先言っとくね、えっと、4つ出てくるんですけどアルファ線ベータ線ガンマ線 X 線と出てきます で、その中のアルファ線。これアルファね。アルファ線っていうのは、ホニゃララの原子核の流れなんです。これは何かっていうと、ヘリウムです。ヘリウムの原子核の流れです。覚えてください。アルファ線はヘリウムの原子核の流れ。じゃあ、ベータ線。これベータ線って言います。は何の流れかっていうと、こいつは電子の流れです。ベータはね。電子線の流れ。 で今回穴埋めにないんですけど X 線とガンマ線えー、っとガンマってこれね R みたいに書くんですけどガンマ線とこの X 線こいつらはちょっと穴埋めにはしてないんですけどまあよ、えっと、余裕があったら覚えてくださいああ漢字持ちゃった、えー、電磁波の一種です電磁波の一種ちょっと 字が汚くてごめん。電磁波の一種でございますので、まあ、余裕があったら覚えておいてください。いいかな。でですね、まあ、こいつらが出てくるんですけど、新しく、その他にも、中性子っていうのがあります。で、中性子の流れであるホニャララ線もあると。これは、あと初登場のやつ名前覚えてください。ただですね、あのこいつが出てる限り、えー、すぐできます。なぜなら、そのまんまだからっていうね。えー、中性子線と言います。いいかな。こんな子もいると。 図とかはね、出せないので、皆さん教科書で確認してほしいんですが、まあ、まず言葉だけでもここで押さえてください。で、ここからですね、まあ、放射線の話が続くんですけど、みんなね、放射線って言葉は聞いたことあるはずです。まあ、ニュースとかね、あの、報道でされるので。で、放射性物質が放射線を出す能力のことをほにゃらルと言います。で、これ先に書きます。で、この言葉も絶対に聞いたことある、みんな。もしここがね、穴埋,め埋まってない方でも。 なぜなら、これ、放射能だからです。聞いたことあると思うんだよ、放射能って。で、ここ、すごくややこしくて、放射性物質、放射線、放射能って、似てるんですよね。で、厳密に分けると、放射性物質っていうのは、放射線を出す物質のことです。い、物質のことが放射性物質。じゃあ、放射能な、かんだ、放射能何かっていうと、これまあ、脳って漢字が入ってるので、能力なんですよ。 放射線を出す能力のことを放射能って言います。だから放射能が高いって言うと能力が高いんです。いっぱい放射線出すよみたいなイメージ。いいかなちょっと厳密に分けてください。かなり似てるんですけど。いいかなで、この放射能単位があります。で、この単位がカタカナで書くとベクレルと言います。で、アルファベットを使うと大文字の B に小文字の Q です。 これ気をつけてね。大文字の B で小文字の Q だからねこれでベクレルですこれが放射能の単位ちなみにこの動画もう一回単位出てくるから気をつけてねでまた放射線を受けること、まあ、人間だけじゃないよ、まあ、人間で例えることがよく多いけどね受けることをこれもみんな聞いたことあるちょっと待ってよいしょ被爆って言います で、爆の感じ気をつけてください。左、火だからね。火。よく散髄とかで間違うので。被爆です。放射線を受けることね。被爆といい。で、人体に、人のね、人の体に対する、その被爆した時の放射線の影響が、これも単位があります。で、まずカタカナでいくと、よいしょ。シーベルトです。で、アルファベット使うと、大文字の A、えっとこれ S に小文字の V です。 これが単位。シーベルトと言います。で、普段使うときはミリシーベルト。ここにミリがつく。で、よく表されるんですけど、単位は何ですかって言われたらシーベルトがなりますので、覚えておいてください。で、ちょっとだけ余談いきます。この被爆に関してです。ここね。えっ、ー、と、人間が被爆するとどういった影響があるかだけ覚えておいてください。これはですね、下が、あ、ギリか。ちょっと入んないかも。ごめん。 もしかしたらね、記述で出てくることもあるかもしれないんで覚えておいて。えっ、ー、と、細胞と DNA っていう言葉をキーワードで覚えてください。被爆をするとですね、人間の細胞とか DNA、ここにこれは傷つきます。ダメージを負うんです。ダメージを。で、放射線ってもうゼロ。1、1シーベルトもダメージ受けたらダメら被爆したことありませんって人はいません。絶対日常でどっかでしてる。してるんだよ。でも、少量ね。 ほんのちょっとの放射線の被くだったら、確かに傷つきます。細胞も DNA も。ダメージを受けるんだけど、回復できるんです。人間は回復できるから。細胞をね、作り直せるからさ。だからできるんだけど、量が一定量を超えてしまうと、傷ついたものが治らなくなるんです。だから、極力被くしない方がいい。例えば、歯医者さんとかでさ、レントゲン取ったりすることあると思うんですよね。で、歯医者さんのレントゲンが教科書に書いてあった。 これが0.01ミリシーベルト。これでね、あの、覚えなくていいからね。敗者は0.01ミリシーベルトね。もうこのぐらいの世界なの。いい。だからみんなが、あの、なんだっけ。学校とかで今やるのかなあの、胸こうやってつけてさ、ここの、ね、胸のさ、あの、レントゲン撮るじゃん。あれが0.1かな。確か、ミリシーベルト。目安としては。まあそんな世界です。 そのぐらいあったら全然、それを毎日やってたらまだあるかもしれないけど、全然問題ないんですが、やっぱりね、今、あの、原子力発電とかでも問題になりましたけど、一定量被爆してしまうと、やっぱり人間の人体にもダメージを負ってしまうので、っていうのもぜひ覚えておいてください。ではえ、今回はね、理科のエネルギー、こう噛む、エネルギー利用上の課題についてやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。